諸君を。時代の流れとともに異形は数を減らし、今や異形討伐の出動もわずかだ。だからこそ、いざ事案が発生した時には大きな被害と混乱が予想される。諸君には先陣を切って異形と戦う強い覚悟を期待する。はっ。坊ちゃん、聞いてらっしゃいますか？ああ、聞いている。何もあんな言い方することはないでしょうに。ミオ様は一生懸命お食事の用意をなさっておいででした。毒など入れるような方には思えません。ユリエがあそこまで言うのは珍しい。他のことを考えるなど我ながらたるんでいるな。部屋を用意しておいた。今日から自由に使いなさい。ありがとうございます。始めなければいけないだろう。これから忙しくなると思うが、よろしく頼んだぞ。はい。んなところでミオは、もし工藤家に追い出され、ミオが路頭に迷うようなことがあれば、その時は僕がミオの居場所にならなければ。ちょっと浩司さん、これもお願いしていいかしら？ああ、すぐに行くよ。僕にしかできないこともあるはずだ。お帰りなさいませ、旦那様。あの、なんだ？今朝は申し訳ありませんでした。出過ぎた真似をしてしまい、旦那様のお立場であれば信用できないものの料理など口にできるはずもないと少し考えればわかることでした。夕食はすべてユリエさんが作っていかれたものをそのままご用意しています。誓って毒など入れておりません。どうか。別にお前を本気で疑ったわけではない。見知らぬ者の飯を空気にはならなかっただけだ。本当に申し訳ありませんでした。冷えているな。申し訳ありません。今のは謝るところではない。謝罪はしすぎると軽くなる。食事は？お前はもう取ったのか？私は。なぜ自分の分を用意しない？ユリエはもう帰ったのだろう？はい。ユリエはお前の食事を用意しなかったのか？違うんです。あの、食欲がなくて。私がユリエさんにいらないと言ったのです。具合でも悪いのか？いえ、大したことでは。まあいいだろう。少しいいか？はい。食べずに残して悪かった。お朝、ユリエは少しばかり遅れるらしい。お朝食は頼む。私の。無論本当に毒を入れるならば容赦しないが。滅相もございません。ならば問題ないな。はい。風呂はまだ熱い。冷める前にさっさと入ってしまえ。あの、とございます。